世知百段より通り悪魔の怪異通り悪魔は気持ちがぼんやりとしている人間に憑依しその人の心を乱出すとされる日本の妖怪。世知百段古今雑談思い出創始などの江戸時代の随筆に見られ通り者、通り魔とも言う。通り者を見て心を乱出すと必ず不慮の災いを伴うのでこれに打ち勝つためには心を落ち着けることが肝心だと言う。 その姿は、諸説あるが、政治百段、古今雑談思い出草子では、白い襦袢を身にまとい、槍を振りかざした、奇怪な白髪の老人だといい、古今雑談思い出草子では無数の甲冑姿の、者たちだったとも言う。現代においても、理由もなく、殺人を犯す人間を、通り魔というが、かつては、そのような行いは、この通り者が原因とされていた。 河合という武士が自宅で庭を眺めていたところ、茂みの中から約三尺もの炎が燃え上がっていた。不審に思い、しばらく横になった後に気を沈めてみると、塀の上から白い襦袢を着た男が髪を振り乱し、槍を振りかざして現れた。さらに河合が気を沈めたところ、炎も襦袢の男も消え、庭は平穏を取り戻した。河合がやっと落ち着いて、茶を飲んで過ごしていたところ、 隣の家で騒ぎが起きた。主人が乱心して刀を振り回し、暴れ始めたとのことだった。河合は家の者にあの地盤の男が通り悪魔であり、自分は気を沈めたので無事に済んだが、通り悪魔は隣の家へ移り、それに気が動転した隣の主人が乱心したものだと話したという。また別の話では、江戸の四つ一帯が火事で焼けたことがあったが、 そこに住んでいた夫婦の妻が、ある秋の日の夕暮れに、縁側で外を眺めていたところ、腰の曲がった白髪の老人が、杖をついて、よろよろ歩いてきて、怪しげな笑い顔を浮かべていた。妻は、これは、自分の心の乱れだと直感し、目を閉じて心を沈め、今日を唱えた。やがて目を開くと、老人の姿は消えていたが、近くに住む医師の家の妻が、気が触れてしまったという。 科学国。ある武士が家の外を見ると、甲冑を着て槍や薙刀を持った者たちが、板塀の上に三十数人も並んでこちらを睨んでいた。世にも恐ろしい光景だったが、武士はひれ伏して、へその下に意識を集中するようにして心を沈めた。しばらくして顔を上げると、その者たちの姿は消えていたが、塀の向こうの家に住む者が乱心して、人に傷を負わせ、 自身も命を絶つという騒動が起きたという。また、前日、戦士百段の二つの話は、本書、古今雑談思い出奏誌にも掲載されており、一件目の話では、河合の名が河合ジロベーとされている。ありがとうございます。